大丈夫か、ナミサンジ。なんだろう、川を渡る夢を見てた。巨大なおっぱいの谷間を流れる川で。そんな夢見てる場合か。ねえタンクやって、ビーム出せる。黙れ。中身誰だっけ。え、いいの？我慢してるんでしょ。とにかく冷静になって話しましょう。みんな。よし。それで誰が誰になったんだ。まずは俺がフランキー。怪我しても俺には頼るな。俺がチョッパーだぞ。怪我は俺が治してやるぞ。私がナミ。ビームなんか死んでも出さない。そして我らがナミさんだ。待ってました。私そんなに品がなかったかしら。もうしねえ。ナミさんをこれ以上傷つけないでくれ。やめろナミ。ナミが死んじまう。私の体に触れたら20万ベリよ。のぞき10万。そんな精神をな。いつまでも